けって。詳しい話はここを離れてからだ。おっと、腹ごしらえでもしながらでどうだ。ん、というわけでこいつは敵じゃないってことだ。で、あやかしまで引き連れて何がしたいの？俺が？俺はな、大空に輝くでっかいお天道様になるんだ。とんだやましね。要は誰にも負けんほど偉くなってやるってことだ。私は一匹でも多くあやかしを借りたい、それだけ。ちょっと待て、仲間になるのが嫌ならここは東吉郎流。どいて。銭を払う。雇われてくれ。こんなはした金で？え？とんだ勘違いね。今度会ったらあいつは殺すから。おい、ちょっと。おい、助けてくれ。早く。誰かいねえのか。頼む。はい、頼むよ。開けてくれ。いるんだろう。誰か頼むよ。開けてくれ。開けてくれ。危なかったな。もう少しであやかしになっちまうとこだ。待ってたぞ。あの文読んでくれたんだろ。俺は藤吉郎。お前の名は？秀か。よし、じゃあ秀の字な。呼びやすいだろ。知恵を頼りに霊石を売り歩く俺にはいつしか猿が取り付いた。お前はあやかしを倒すあやかしだけど、宿っている魂は紛れもなく人だ。俺たちはきっといい相棒になれるはず。下船だとか汎用だとか、そんな世評は笑い飛ばせ。一緒になりやがってでっかい夢を見てやろう。さあ、どうする？よし、どうせ行くとこないんだろ？来いよ。しかしすっげえな、あんなごついので喋れないのはなんか訳があ、すまん。まあいろいろあるわね。こちらが13桜での仕入れの品になります。悪くない輝き、なかなかの一品じゃ。やはりお目が高い。さすが道山様、これからもごひいきに。霊石には少々鼻が利きます。猿のくせに鼻も利くとはな、調子のいいやつめ。いずれは私めも道山様のように仏の前で肉を食うほどの豪気さを身につけたく思うとります。妙なおだて方をしよって、そこまで気負うなら新しい仕事があるぞ。ぜひともこの猿